トム・リッチーは、リッチーの創始者。元ロードレース選手で同時に優れた、フレームビルダーである。ゲイリー・フィッシャー、ジョー・ブリーズと共にマウンテンバイク創始者の一人とされる。自転車競技では、かなりの競合で、ジュニアクラスでありながら、大人と対等に渡り合っていたことから、シニアスレイヤーの異名で知られていた。すでに10代の頃から、フレームローズ家の技術を身につけており、 マウンテンバイクのフレームを作る以前は、ロードバイク、シクロクロースなどのフレームを製造し、塗装まで請け負っていた。マウンテンバイクの製造を始めたのはフィッシャーからの依頼で作り出し、フィッシャーが会社を越すと、フレーム製造を受け持つことになる。そして、フィッシャーと他元を分かってからは、自らのブランドである、リッチー社を設立。高品質なフレーム。 コンポーネントを製造することになる。1980年から1984年までは、ティグ溶接技術も身につけ毎年400以上のフレームを製作した。リッチーのフレームは競技志向の軽量なことで知られていた。当初は、単下のチューブを使い自らフレーム作成を行っていたが、規模が拡大すると、日本の東洋フレームに量産製造を依頼するように、 なった。また彼は、アイデアマンでもあり、1990年代には、全2段、5球段の変速機を備える、2x9 システム、クロムモリブ電光フレームに内蔵しリアサスペンションを組み込み、黒リの弾力性を生かした、ソフトテールなど、独創的な発案をしている。また最近では、飛行機林業の可能性に着目し、軽量でありながら、 分割可能なデモンターブル、ブレイクアウェイを考案している。また社会活動として、ルワンダの復興のための支援活動、プロジェクトルワンダを主催している。A.B. コストマン、クリス、トム・リッキ、ー、イン・ヒズ・オン・ワーズ。2019年6月21日閲覧。この時期のマウンテンバイクのフレームは、黒森が主流であり、その中で、P、P-23 などの軽量フレームを、 制作していた。この当時、変速機は全3段、57、8段が主流であった。ありがとうございます。